ただければ結構です。 OK ですかね。したがってね、大体、まあ、今収録してるのがこれ2月なんですけど、まあ、2月の末にね、まあ、日照簿記2級ありますよね。日照簿記2級があって、で、まあ、3月ですよね、まあ、今回3月の8日なんですけど、まあ、大体上旬ぐらいにいつもあります。これが建設業2級なんですよ、ね、で、これ2週間ですよね。2週間なんですよ。で、最初の1週間はやっぱこれですよね、まあ、中心に1、3、4、5ですかね、うん、特にね、そうだな、最初苦労した方がいいんで、こっちかな、やっぱりね、こっちの方がいいと思います。5、3、4、この最初の1週間でやっちゃって、多分これが一番ちょっとだけ苦労するんで、これ最初先にやって勉強ね、うん、でぶっちゃけだし、これ10日間ぐらい使っちゃっても全然問題ないんですけど、どこに2週間のうち10日間ぐらいこれ使っちゃっても全然問題ないですけど、うん、まあもっとぶっちゃけるとこれ全く手出さなくても多分いけると思うんですよ。全然1は2級やってるから、2勝2級やってるから、全然勘定科目も、まあ、こっちで勉強しちゃうんで、後でやりますけど勉強したんでね、これねほとんどやらなくても多分いけると思います。全然1と2はね、1と2は、うん、ということでこれなんですよ。やっぱり4と3なんですよ、ね、特に4です。特に第4問ねのやつが今日少しやるんですけど、できちゃえば多分いけるんで、まずこっち先にやってください。後ろの方から先にやってください。でちなみに1と2は日照簿記と商業簿記、3、4、5は工業簿記なんですよ。2章で言ったら1と2が商業簿記、似てるのがね。で3、4、5は工業簿記なんですよ、建設業って、ね、だから工業簿記は大事なんです、ものすごく、ね、工業簿記はちょっと特有なんで、商業簿記はほぼ変わりませんから、他の資格とね。はい、ということで、この使い方ね、二章簿記二級終わったと使い方ね、先にこっちをまずやっちゃって、次にこっちやっちゃうと、ね、いうのがいいと思います、ね、うん、でなかなかテンション上がらへんなってはいいんですよ、こっちから、ね、試験が終わった直後はね、ちょっと疲れてるから、ね、少し抹茶コーヒーの飲みに行くかとかでしょ、甘いやつ飲もうかとかでしょ、さあそれ飲んで抹茶じゃなくて別にいいんだけど、いや、顔が浮くの抹茶、抹茶好きだ、まず抹茶が出ちゃったんだけど、まあ、抹茶どうでもいいですか、どうでもいいですか、あれだけど、そうそうそう、で疲れたなって多分なっからね、日照簿記2級で多分走るから、そうそう、少し、ね、だらける時間が出てくるかもしれないですね。それの方が多分一番危険なんだけど、そう、でそうなってくるとなかなかね、新しいやつって頭に入んないんで、人間のメンタル的に、そうするとね、こっち勉強しやすいんです、すごく乗ってくるからよ、ね、さあってまずはじゃあちょっとこれ大事だって分かったけど言っとったけど、試験終わったばっかりでね、ちょっと酒も飲みてえしあれだから、しばらくは少し休んで1日2日ぐらい休んで生きてなって言った時に、こっちから先やるのもいいんですよ。まずねこれで、まあ、フロー理論って言ったけど、心をフローにしてね、いい気分にしてから、あできるじゃんって、なんだこれ楽じゃねえ、いけるんちゃうかっていうふうな気分にして突入すると、そうそう、いい気分にいけるのね。でこっちでノーフローになっていってもね、こっちもボロボロになっちゃうから、で途中で諦めるって最悪の状態になっちゃうんで、そこら辺はメンタルの話ですよ、ね、だからこれは自分と相談してね、あこっちで行った方がいいかもしれないみたいな、まずちょっと、あできるんだと思ってから行きたいなと思ったら別にいいですよ、こっちから先行ってみても全然構いません、それはお任せします。まあ、どっちいずれにしてもこの2週間、ね、ちょっと有効に使って、ね、ぜひ走り切ってみてください、ね、はい、では次です、はい、じゃあここからね、いよいよ